電車で行くんですか？そうだ。竜神岳方面の頻発地震はまだ怪獣の仕業と決まったわけではない。そこへ我々がマットでございと乗り込んでみろ。現地の人たちをいたずらに不安に駆り立てるだけじゃないか。そこで諸君にこんな格好で集まってもらったわけだ。深夜になってから我々はビハイクルを現地回しておく。それまでにそれぞれ情報をつかんでおいてくれたまえ。以上。はいはい、では出発します。行ってきます。森林公園ってさ、どっち行ったらいいの？こっちよ、決まってんじゃん、ね坊や。違うよ、こっちだよ。一つ。やったー、大成功。いや、本当に申し訳ございません。いや、もう全くあの野郎のいたずらにはもう親の私でさえね、呆れ返ってる始末でして、親が呆れてたんじゃ始まりませんでしょ。あなた、私どもあの土地を栄松不動産から買いました時は素晴らしい自然環境と天然自然の温泉もさることながら、別荘地としての最大の重要条件である土地の人たちの細やかな人情ね、そこに惚れ込んで無理して買ったんですよ。それがあなたオタクの坊やと来たら、そりゃまあ、 夏休みの昆虫採集を人に頼んだ宅の子供たちもいけませんわよ。でも任しとけとかなんとか言って夏休み中アイスクリームだのなんだのおごらせるだけおごらしといて、犯人暮らし行ったらカブトだのクワガタじゃ平凡だからって、東京じゃ見たこともないようなこんな気持ちの悪い虫を箱にいっぱい詰め込んでくれたわけよ。あ、地震中くらいね。大地何よ、え、一日に30回も地震のあるところだなんて案内書には書いてありませんでしたわよ。インチキですよ、あの栄松不動産っていうのは。あ、ところでその虫だけれども、それがどう東京へ帰ってから学校の昆虫図鑑で調べてみたら、え、何だったと思うな、あなた。全部なんとかマイマイって名前の虫でもって、この馬の、ほら、あの馬の、マグソから湧いたあれですな。本当に申し訳ありません。学校中の笑い者になったんざますのよ、宅の子供たちが。私、悔しくて悔しくて、もう本当に本当に申し訳ありません。何やってんですか？はい、いや、何、来ます、来ます、中くらいのやつが来ます。変な人ね、あんたって。わかるんですよ、私、ね、霊感ってやつですかね。あ、だ、何が霊感よ、呆れたわ。警察がこの程度なんだから、襟抜きの文化的環境が効いて呆れるわよ、本当に。どうもすみませんでした。さてと、いや、千代さんにも毎日毎日ご迷惑かけまして本当に申し訳ありません。まあ、どうぞどうぞどうぞ。実は柿の木のところのな、ペルシャ猫なんだがね、今日の被害者は。柿の木んちの？ヒゲをきれいに全部刈っちまったんだよ、あの野郎。ごめんください。野原さんのお宅はこちらですか？あ、野原ならうちでございますが。あ、それじゃあ、しゃあ、どうも。太郎がまた何かしてかしましたか？は？いえ、私は野原作太さんにお伺いしたいことがありまして。野原作太なら私でございます。まあ、どうぞ、おかけなすって、はい、どう。
んだその面は。こんなことばっかりやっとると、お前本当にわしの厄介になるような人間になってしまうぞ。お前一体何だってこんなくたれになったんだ。お前誰かに何か言われたんじゃないのか。何かって。いや、その何かさ。じゃあやっぱり。え、やっぱりどうした。やっぱり本当なんだね、あの話。あの話、本当の父ちゃんの話さ。俺の。マット、すると最近のジュナリア地震はあれは怪獣の仕業だっていうのか。いえ、まだそうと決まったわけじゃないんですが。ただ何しろお宅は怪獣専門の警察だもんね。ところで竜神トンネルの工事は大変な難工事だったんじゃありませんか。岩石ばかりの険しい山ですからね。しかしあの時の事故はね、あんたの前だが地滑りだったに違いありませんよ。何しろずっと雨続きでな、2、3日前からちっちゃな軸ずれなんかがあったんだが、もう少しで開通するっていうところだが、みんな張り切っててよ、そんなとこ気にするとこじゃなかったんだ。竜神トンネルはよ、こっちの方からと反対の辰野口の方からと両方からこう掘り進んでったんだ。ちょんとあん時俺は、よし、よし、おい、何か聞こえねえか。いや、おい、おーい、おーい、間違いねえ、辰野口の集団、通ったんだ、通ったんだ。わしはな、野原作太、34歳だ。母ちゃんがおったんじゃが、逃げられてしまった。知ってたのか。俺の母ちゃん、それから俺を捨てて東京へ行っちゃったんだってね。トンネルの中で名乗り合った男同士だってことで、お前の父ちゃんはまた赤ん坊のお前を引き取ってな、今日まで。でも父ちゃんはお前がそんなことを知ってるなんてこと。そうさ、そこが俺の辛いとこなんだよな、駐在さん。そう泣くなよ、駐在さん。くれぐれも一般の人たちにマット隊員であることを知られないように。怪獣警察が乗り出したと知ったら、どんな騒ぎが起こるかわからんからな。一つ慎重に行動してもらいたい。はい、では行ってきます。隊長、それにしても上の隊員はどうしちゃったんでしょう。楽観少女、楽観少女、楽観少女、楽観。こんにちは。こんにちは。どうです、土地のもんもわしだとわからんでしょうが。大した変装ぶりですね。なあ、来る道でおらとこの茂るに行き合わなかったかの駐在さん。いけませんね。そのようで。隊長、どうやら間違いないようです。昨夜から現在まで記録されている震度のカーブは、巨大な生物特有のカーブを描いています。
地震や火山の地鳴りとは全く特性が違っています。時々発生する中程度の地震がもしこの生物の鼓動だとしますと、だんだんその感覚が狭まっているということはちょうど眠りから覚めつつある状態だと思われます。震源の位置はいかがですか？うん、まだ断定はできないが竜神トンネル付近には違いないようだ。了解、私も竜神トンネル方面に向かいます。よし、どうしました？地震が来ます、地震が来ます。え？あ、来ます、あ、来ます。小田が小さいようだな。へえ、不思議な人ですね。あなた地震の予知能力があるんですか？妙なんですよ、人よりほんの 2,3 秒早く感じるだけです。臆病だからですよ、きっと。そうですな、地震でできたのかな。入れそうだな。よし、入ってみよう。入る。奥に何かありそうだ。とんでもない、そんな無茶な。あんた、もうその間に大きなやつでも来たら。はい、駐在さん、一つお願いしますよ。大きなのが来そうだなと思ったら大声で呼んでください。頼みましたよ。冗談じゃありませんよ、そんな責任重大な。あんた、弱ったな、これ。大丈夫。どうしました？一体入っていったんですよ、郷さんが。郷がこの中に。氷だ。はっ！氷が溶けきらないうちに攻撃しよう。
隊長、上野隊員です。やったやった。隊長、岡君、我々はまだ勝ってない。奴の心臓はまだ動いてる。見てごらん、奴はまだ生きてる。油断するな。はい、はい、おーおー、五三、五三、マットの豪太員だろう。ダメじゃないか、こんなところでひっくり返ってさ。
せ。父ちゃん、見たかったろうな、青空が。太郎、これからおらのことをなんて呼んでくれんだ。やっぱり父ちゃんさ。やめろ、乱暴するのはやめてくれ。金山の胸に鮮血が散る。怒り狂う巨大魚怪獣ムルチ、吹っ飛ぶ車、燃え上がるビル、ウルトラマンの必殺ブレスレットが飛ぶ。さあ来週もみんなで見よう。